梅色もどきは、鈴木カサゴ化に属する表へ行く分体に生息する海水魚。梅色もどきは、体長40センチメートルに成長する。体型は、防水系、またはつむさまで、尾びれは二股に分かれる。口は小さく、末端部につく。口は突出し、餌を飲み込むために前方に伸ばすことができる。背の色は、青色と黄色である。若い個体は首。 または背びれの全部から対角線上に小柄の下部まで黄色くなっていく。年を取った個体は黄色の部分が背びれと小柄に縮小する。夜間や釣り上げられた時は赤みを帯び濃い紫色に変化する。沖縄県では赤じゅうグルくと呼ぶ。他のグルクンと呼ばれる魚と同様追い込み量で高くされ食材として親しまれている。後悔と ペルシャ湾を除くインド洋から太平洋西部にかけての熱帯の水域に広く分布する。深いラグーンの表層と海底の中間付近や外洋の産後礁付近の表層から50メートルの間に生息する。日本では本州中部以南の太平洋に生息する。動物プランクトンを食べる。梅色もどき中高生の生物で集団で生活し、 イエローバックヒュージラーなど他の高砂化の魚類とも群れをなす。梅色もどきとイエローバックヒュージラーは他の二つの種と混同しやすいが、イエローバックヒュージラーは梅色もどきのように黄色の部分が魚年によって変化しない。イエローバックヒュージラーは目の間の全額部から尾びれ背びれまで黄色になる。笛大化の梅色とも似ているが、胸びれの基部の黒縁の有無で区別できる。 ありがとうございます。